先生面接は今日はどうでしたか。お豆腐屋さん前との違いは何。自分で手話をやってもらいました。で、簡単に手話をやってたわけを言うんですけど、僕の仕事は、自分の言葉で、伝えたいと思っているんで、自分の仕事を自分で頑張った働くことをな、みんなに言いたい、そういうことにな、通訳をお願いするぐらいに言えませんと、自分でやりたい、自分でな、顔は可愛くて、みんなに伝えたりさ、言われてるけど、未来にもな、一回聞くことで、自分で買って、だから、最近も先生が頑張って通訳してくれても嬉しいけどな、やっぱ気持ちが違うよ、最近嬉しいわ。こういう人たちがもっともっと増えやったらいいと思います。はい、これ来た。はい、みんなと一緒に、レッスンの勉強をしましょう。よろしく。水を。水とかを。大丈夫。はい。お風呂。お風呂。はい。洗濯。はい。違う。稲葉先生が会った時に。きれい。きれいに見るに、よく受けたりすること。